石川2区に立候補しているのは、届け出順に立憲民主党新人の小山田恒子候補、共産党新人の坂本博史候補、自民党前職の佐々木一候補です。石川2区は金沢市より南の市と町が戦いの舞台です。地震や豪雨の影響は比較的少なかった地域ですが、第一声ではそれぞれ復旧復興への思いを口にしました。能登半島地震以降、私がボランティアで食材を持っていきたいと中海の方々にお願いをしたら、雪の中埋まっている大根やお米をどうか持って行ってほしいと提供してくださいました。まだまだこの小松も復興途中だけれども、しかし今一番苦しんでいる能登半島の皆様のために頑張って行ってきてね、そんな風に言っていただいた小松の皆様、そういった方々のお気持ちを私は忘れず、何度も何度も被災地にも足を運んでまいりました。能登の皆さんがこれだけ苦しまれている中で、テレビを通じた予算委員会で能登の救援復興のために何が必要か、超党派で知恵を出し合って、そして補正予算をつけて、能登の皆さんがテレビを見て、ああこれで私たち復興の希望が見えた、そういう納得と共感をしてもらってから選挙やろうじゃないか、そう提案いたしました。しかし司馬さんは赤旗のスクープ受けて解散総選挙に逃げ込みました。命と安全を守る政治の大事な責任よりも選挙を優先させた、党利党略に逃げ込んだんです。能登半島地震、そしてその後の奥能登豪雨災害、被災された皆様に心から悔やみとお見合いを申し上げます。これまで石川県連会長として、自民党国土交通部会長として、そしてまた4期12年のふるさと議員として復旧復興に全身全霊取り組んでまいりました。この能登半島の復旧復興は一丁目一番地の政策でございます。小山田候補は46歳、精力的に選挙区を回り街頭演説を重ねています。少子化対策など政策の浸透を図り、今こそ政権交代が必要だと訴えています。非正規雇用から正規雇用に転換していくことこそが、私は今の少子化対策の大きな大きな改善の一つになっていくと考えております。まあ、こういったことを実現していくためにも、今の首をすげ替えただけのそんな政党に任せていられない。政権交代しかもう政治を変える方法はございません。坂本候補は60歳、住宅が立ち並ぶ場所で賃上げや消費税の減税を訴えています。生活に直結する政策を多くの有権者に届けたいと考えています。物価高騰から暮らし守る。安倍政権以降4回も法人税下げられて、その穴埋めに消費税の 8%、10% と上げられました。皆さん、今各党が選挙公約出してますが、ご覧いただきたい。消費税の減税、政治の責任で賃上げ、この言葉が出てこないでしょう。佐々木候補は50歳、地区ごとにミニ集会を開き支持の拡大を図っています。自公政権で経済が上向きになり継続する必要があると呼びかけています。海外に出て行った日本企業も国内に戻って、それどころか海外の企業も今日本に進出をしてきて、日本が最大の投資先になっています。それだけ日本の経済が良くなっていった。政権選択の衆議院選挙、争点の一つが自民党の派閥による裏金問題です。
批判と謝罪、有権者に受け入れられるのはどちらになるのでしょうか。何より税金の使い方をしっかりと皆様にお示ししてクリーンな政治にしていきます。なぜならば今回の衆議院選挙の大きな争点がやっぱり裏金だからです。先ほど内川県議からもお話ありました、また裏金かと思われるかもしれません。でもこれ絶対許しちゃいけないんですね。庶民の暮らしそっちのけで私利私欲に走っていて、そして政治犯罪もやっていた、そういう問題じゃありませんか。本来ならば国民の代表だと言って選挙に出る資格もない問題なんです。それが皆さん自民党にかかったら勝てば官軍、勝ったら裏金なかったことにしよう、こういう感覚です。自民党は悪いんです。自民党の国会議員が脇が甘かった、大きな政治不信を生んでしまったこと、国民の皆様にお詫びをしなければなりません。その深い反省の上に立って自民党が政治改革をやります。政治資金の透明化をやります。三つどもえの戦いは後半戦に入っています。裏金問題への批判を強め受け皿となることを目指す小山田候補。金権政治からの脱却をすること、そして私たち国民のための政治にしていくための大きな選挙戦です。どうか私を信じて私に思いを託していただきたいと思っております。よろしくお願いします。暮らしと平和を強調し新しい支持層の掘り起こしを図る坂本候補。日本の民主主義を取り戻して政治を良くするために、街頭宣伝、それから政策のチラシ、SNS も使って多くの有権者の皆さんに一緒に政治を変えようというメッセージを、ね、全力で届けたいと思っています。佐々木候補は政治不信を払拭するため選挙区を走っています。自分のご支持いただいている方にしっかり投票に行っていただくということが基本だと思っています。相手がどうだからどうということではないと、私の場合はですね、そういう選挙をやってきてました。衆議院選挙は今月27日に投開票が行われます。